さあ、えー、前回の復習からしていきたいと思います。まずねネイピアさん1550年から1617年の方ですねスコットランドの城主ネイピアさんがログ対数というものを発明して掛け算算算を足しししでで計算できるようにしました。そしてこの対数の発明から対数弱とかね計算弱といった計算の道具っていうものが作られた。うん ってていうのがありまししたねそしてガリレオさんですねガリレオさんはイタリアの、ね、物理学者ですけども、えーまあ、ピサのシャトーから、ねえー、重,い重さの違うものを落としてそれが同時に落ちたことによって、えーまあ、重さが違っても同時に落ちるんだよっていうお話だったりとかであとは天動説、地動説ですね。動、えー、動説、地動説地、えー、ずっと転動説 が唱えられていたんだけど実は地動説が正しいんじゃないかと、まあ、そういう一石を投じた、はい、そんなガリレオさんですねガリレオさんは科学の父なんて呼ばれたりもしますけれども、うんえー、観察観測によってデータを集めてそのデータを元に正しいことを導き出していく、ね、そんなことをやった人物ですさあそして今日はですね ヨーロッパからこの四名の数学数学者をご紹介したいと思いますまず一人目こちらメルセンヌさんですね,ねメルセンヌソスなんて、ねえー、いうのも有名ですさあ続いてデカルト来ました、ね、この方数学者というよりか哲学者なんじゃないかっていう風な印象を持っている人もいるかもしれませんけれども 哲学のね、近代哲学の父なんてね呼ばれてたりするんですかねえこの方はね座標デカルト座標系と呼ばれる、まあ、中学校でグラフを習いますね、まあ、小学校でもやるか、ねえーまあ、直線とか放物線とかをグラフ上で表す、うん、あの座標系というものを発明した人と言われていますさあそしてフェルマ来ました フェルマーの最終定理でおなじみ、フェルマーさんですね。えー、そして、パスカル。ね人間は考える足である、なんて名言も残しました。この方もまあ哲学者という印象もあるかもしれませんけど、まあ、パスカルの三角形とかね、うんまあ、パスカルの定理とかね、そういった有名な数学の業績も残しています。このメルセンヌ、デカルト、フェルマパスカル。この4名について、まずはお話をしていこうかなと思います。 さあちなみにちなみにねこれ数学あんまり知らない人でも、まあ、デカルトとかフェルマーとかパスカルとかね名前聞いたことあると思いますでメルセンヌさんもメルセンヌ素数っていうねとってもまあ有名なうん数学の用語も残っていますこの4人実はですね全員が同じ国の出身なんですよねすごくないですか ね、メルセンヌデカルトフェルマパスカル、まあ、ほぼ同時代、ね、17世紀前半に活躍したこの4人の数学者全員が同じ国で生まれております。さあじゃあなぜ、ね、この同時期に、えー、同じ国で、ね、同じ場所でこのような天才数学者が、えー、大勢出てきたのか。 ね、この理由というものをまずは探っていきたいと思います。はい、これはですね実はメルセンヌさんんんのおかげだと私は睨ででるんですよ、ね、これなぜかというと、ね、こう数学者ってさどんなイメージあります皆さん数学者、ね。なんとなく数学者ってさ一人で、ね、自分でこう机紙でか。 あ机に座って、ね、紙とペン持ってで一人でこうカリ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 、えー、研究をして何、えー、だったらその自分のさ発見とか、うん、発明っていうものを人にバレないように隠すみたいなねでそういう人とかも結構いるんです数学者といえば。であんまりこう何て言うか社交的じゃない。うん、まあなんか自分の世界で、うん、自分一人で数学の世界でこう研究を進めていく。 そういうふうな人が多いというイメージがあると思うんですけど実はこのメルセンヌさんめちゃくちゃゃく社交的なんでですよ、うん、でこのメルセンヌさんはまあとにかくこう社交的でいろんな人と交流を持っていってそして、ねまあ、誰かが最近こういうふうな研究してるんだっていうのを聞けば、ね、この研究に興味を持ってくれそうな 他の研究者に誰々さんがこんな研究やってるよとかって紹介したりとかお手紙書いたりとかしまくってたらしいんですね。うん、でまあメルセンヌさんも死後さまざまな数学者科学者との手紙のやり取りをもう何万通もしてたっていうものがね死後出てきたりとかしています。えー、こんんなねメルセンヌさんが、まあ、本当に えと全員ともやり取りしてるんですデカルトともやり取りしますフェルマーともやり取りしますパスカルともやり取りしますそして実は、ね、ガリレオとも手紙のその、えー、実は地動説が正しいんだっていうねこの考えを、えー、メルセンヌさんは結構こう絶賛してまして、うん、でそのガリレオの研究の後押しみたいなこととかもやってたりとかね。 でさらにガリレオが書いた本それをまあフランスに翻訳したりとかしてでそのガリレオの本を読んでデカルトはやっぱり科学って素晴らしいなっていうそういうのに目,目覚めたりとかもしてると。ねえすごいですね。でさらに、えーまあ、そ,それぞれのこう研究とかもお,、ね、お互いにその共同研究みたいなこととかもメルセンヌの,その手紙 のメルゼンロを経由した手紙のやり取りを介してさまざまな共同研究もしているんですよ。はい、ということでこのメルゼンナさんのおかげでこのフランスに天才数学者が、えーまあ、たくさん現れてでその人たちが、まあ、共同に研究していくことによって、えー、16世紀前半に、まあ、特にこうフランスでね、えーまあ、数学の発展が著しいものが見られたということなんですよ。